よいしょ。いいじゃんくん。じゃんくん。ジャン君、窓辺に置いた造花がですね、結構効果を上げていて、ジャン君をこうやって撮影しても外の風景があまり鮮明に映らなくなっています。まあ、外の風景といってもですね、こちらの綺麗な方の、綺麗な方じゃないな、言い方がおかしかったですね、山、波などはいいんですけれども、民家が、映り込んでしまうとですね、いろいろ迷惑をかけるといけないので、こういう配慮をしています。それとジャン君が綺麗に映るようにですね。ジャン君には窓辺にご飯が用意されましたよ。いいね。花越し。ポンちゃん、横顔素敵ですね。ポンちゃん、外を飛んでる蝶々に気を取られたね。ジャン君、作業するためのテーブルの上にジャン君が乗ってしまっているんですが、ジャン君、ちょっと作業させてほしいな。ジャン君、あ、ハロウィンの飾り付けをちょっとがっつりやる。あ、その前に片付けなきゃいけないか。いろいろやんなきゃいけないですね。うん、それをケージを外さなきゃいけないからね。さあ、じゃあ頑張りましょう。ジャン君、ジャン君は生放送中に配信しているマシーン、ノートの上でこうやって寝てくれました。これを、放送中にですね、いろんな飾りをつけて楽しむという方向になりました。ジャン君が放送を中断させてしまうんじゃないかという心配をしましたが、大丈夫でした。はい、ジャン君。はい。うん、いい顔だね。
はい、ちょっと部屋が温まったので、ちょっと暑い感じだったのですね、窓を開けて網戸にしました。外からはひんやりした風が吹き込みましたが、この人たちはやはり集まってきました。ジャック、そしておっちゃん。うん。